自分だけの家を作ったり、海沼に恋して夢中になったり、恐れていたものとも次第に心を通わせるようになっていきました。ムーミンたちの様子をミーはいつも遠くから見ていました。そんなある日、一家はママの提案で島の北西の沖にある岩場に一人行くに出かけることになりました。ママはムーミン谷のことを聞いたことがありますか？ムーミン谷は美しい自然と共に暮らすのどかで平和な場所だけど、今日はなんだか賑やかな声が聞こえてくるな。自由自由ってみんなが騒いでるようだ。さて、みんなが騒いでる自由って何なんだろうね。私は白の預言者、ムーミン谷の皆さん、自由って何だろう。あなたは自由に生きていますか？自分に問いかけてみてください。自由に生きているのか、楽しい生活なのか、幸せなのか。さあ、自由に生きよう。人生は一度きりだ。もっと楽しく生きるのだ。みな幸せであれ。みな自然に帰れ。みな自由で幸せな生活を送るのだ。私たちこれで結構幸せに生活してますけど。いやいや、しきたりや思い込みにあなたたちは囚われています。やりたいことをやりたいようにするのです。私たちやりたいことをやってますよね。いや、考えたこともなかったな。心の痛みやふさぎの虫にさようなら。自由で幸せな生活を、新しい生活を。自由で幸せな生活を。わからない。あなた、私たちは自由で幸せよね。自由で幸せな生活を。自由で幸せな生活を。自由で。いや、私たちは間違っていたのかもしれない。間違っていたのなら
考え方を変えなければ。パパどうするの？そうだ、自由に生きるべきなんだ、思いのままに。ちょっとパパ、みんなもパパに何か言ってよねえ。スノークのお嬢さん、自由で幸せな生活を。そうよ、私も自由に生きなきゃ、新しい生活を始めなきゃ。だって幸せになりたいから。スノークのお嬢さんまで自由で幸せな生活を。そうだ、僕も宝石を探して商売するぞ。だって幸せになりたいから。ふん、私はもともと自由に生きてるから関係ないわ。そうだ、義務感なんて厄介なお荷物だ。自然に帰ろう、一度きりの人生だ。自由で幸せな生活を。自由で幸せな生活を。バカらしい、私は帰る。ちょっとみんな、ママどうしよう。それでムーミンパパが幸せというならいいわよ。どうせ飽きたら帰ってくるわよ。さあ、私も帰ってお料理作らないと。ママ、自由って何なんだろう。そうね、やりたいことをやりたいようにすることかしらね。だから好きにやらせてあげましょう。さあ、出た。スナッキン、どうしよう。うわぁ、ムーミン、自由だから幸せだとは限らないよ。今はみんな好きにさせてあげればいいんじゃないかな。スナフキンまで。さて、僕も帰ろうかな。面白いものを見せてもらったよ。自由な生き方ってどうすればいいんだろう。僕にはわからないよ。いや、ムーミン。なんだ、スティンキーか。君に構ってる暇はないんだよ。そういえば、お前ら自由な生活をするんだってな。手伝ってやろうか。でなきゃ、お前には無理だ。ほっといてくれよ。釣れないこと言うなよ。おい、ムーミン。面白いことになってきたな。これは楽しいことになりそうだ。さあ、新しい自由な生活の始まりよ。新しい恋を始めるの。刺激のある生活が私を待ってるわ。さあ、新しい自由な生活の始まりだぞ。宝石売って幸せになるんだ。でもどうやって宝石を探すかなんだな。どうしたらいいんだ。さあ、新しい自由な生活の始まりだ。そうだ、これからは木の上で暮らすぞ。堂々と恥知らずにな。そう、そこには自由という冒険が私を待っているぞ。おい、おい、ムーミンパパ。はいはい、誰かな。いやー、ムーミンパパ。いやー、ムーミンパパ。スティンキーとスニフか。どうしたんだい。新しい自由な生活を始めたんだってな。そう、新しい自由な生活という冒険が始まっているんだ。私の新しい冒険が。来いよ、いいものを見せてやるから。ん、いいものってなんだい。すっごいものだよ、ムーミンパパ。これは一体。じゃーん、
新しい自由な生活の象徴、魅惑のスペシャルジュース、マンハッタンダイナマイトの製造機だ。そう、新しい自由な生活の象徴、魅惑のスペシャルジュース、マンハッタンダイナマイト、とっても美味しいんだよ。マンハッタンダイナマイト、冒険の匂いがするジュースだな。冒険じゃなくて美味しそうな匂いがするんだって。うるさいお前ら。さあ行くぜ、魅惑のマンハッタンダイナマイト。マンハッタンダイナマイト、マンハッタンダイナマイト、みんな自由が欲しけりゃ俺らについてこい、みんな自由が欲しけりゃこいつを飲めばいい。飲んだら嫌なこと忘れて、二口飲んだらほら元気になって、三口飲んだら自由がやってくる。みんな自由が欲しければ僕らについてこい、みんな自由が欲しければこいつを飲めばいい。一口飲んだら美味しさ溢れて、二口飲んだらほら嬉しくなって、三口飲んだら自由がやってくる。マンハッタンダイナマイト、そう簡単な行かないと、マンハッタンダイナマイト、そう簡単な飲まないと、それがマンハッタンダイナマイト。え、なに、いやいや私は、そんな、いやいや私は無理だよ。みんな自由が欲しけりゃ私についてこい、こいつを飲めばいい。一口飲んだら笑顔が溢れて、二口飲んだらほら楽しくなって、三口飲んだら自由がやってくる。マンハッタンダイナマイト、そう簡単な行かないと、マンハッタンダイナマイト、そう簡単な飲まないと、それがマンハッタンダイナマイト。ダイナマイトの味は、いやーこれは効くな。だけど自由の味がした。美味しすぎるよこれは。ぼちぼち話をもっとややこしくしてやるか。お、雨か。家は居心地が良さそうだが、ここで帰るのはみっともない。お、ムーミンママがサンドイッチを置いといてくれたのか。はあ、雨に濡れながら木の上で眠るのか。帰りたい。でも、まだまだ冒険が止んでいる。はあ。今日はムーミンの誕生日だから、みんな帰ってくるでしょ。だから準備はしておかないとね。そろそろ自由を持て余してくるでしょうから。誰も帰ってこないわね。みんな自由を満喫してるのかしら。そうしたら私も新しい生活を始めましょうかね。自分のためだけに。
自由の意味がやっぱりよくわからないや。本当にみんなはどこに行っちゃったんだろう。ラッタラッタラー。あ、スノークのお嬢さん、もう自由な生活に疲れちゃったよ。僕は、私は今自由な生活を楽しんでるの。だからほっといて、ムーミン。あ、パパ、もう家に帰ろうよ。僕は自由なんてもういいよ。ムーミン、お腹が痛いんだ。少しほっといてくれないか。パパ、大丈夫なの？大丈夫、大丈夫。ジュースを飲みすぎたかな。いたたたたた。あら、ムーミン、自由で幸せな生活は楽しんでるかしら？いや、ミー。あら、楽しんでるようには見えないわね。慣れないことするからそういうことになるのよ。ミーの言う通りだね。僕はもうママのいる家に帰るよ。あんたにしちゃ賢明な判断ね。ミーも一緒に行かないか？いいわよ、ちょうど私も帰ろうと思ってたから。ママ、ただいま。あれ、ママがいないや。あ、今日は僕の誕生日だったんだ。忘れてたよ。あら、こんなところに手紙があるわ。家族のみんな、みんなが自由に生活するなら私も家を出て自由に行きます。ムーミンママ。ママ、ごめんなさい。ママ、ママを探さないと。みんな大変だ、ママが切れちゃったよ。みんな、パパ、ママがいなくなっちゃったよ。落ち着きなさい、ムーミン。ああ、ムーミンママを探さないと。みんなで手分けして探そう。ママ、ムーミンママ、ムーミンママ、ムーミンママ、ママ、ムーミンママ。よしよし、ややこしくなってきたぞ。黒の預言者がやってきたよ、スティンキー。ここがだらけた生活のムーミンダニかね。そうともさ、やつらの生活のおぞましさといったら凄まじいものさ。みんなを呼んでこいよ。みんな、黒の預言者がムーミンダニにやってきたぞ。よしよし、次はあいつ、白の預言者を連れてくるぞ。ムーミンダニの諸君、私は黒の預言者。まっとうな生活とは、決められたルールの中で義務と犠牲と反省から生まれてくるもの。故に罪や罰について何の考えもなしに生きているとは全く理解しがたい。偽の預言者の言葉に騙されて己の滅びのために一生懸命に励むとは愚かだ。確かにその通りだ。白の預言者のせいで私もひどい生き方をしてたわ。ちょっとお待ちなさい。私は白の預言者だが、偽の預言者とはひどい言われようだ。
本当の幸せは自由な生活の中にこそあるものだ。こういう偽物に騙されてはいけないのです。偽物とはあなたみたいなことを言うんです。なんだと？偽物に偽物呼ばわりされるとは。面白いことになってきた、なってきた。お前が偽物だ。偽物に偽物と言われたくはない。だいたい偽物はすぐに他の人を偽物に従うもんだ。なんということを。それはこっちのセリフだ。何なんだこれは。なんかこんな人たちに振り回されてたのね、私たち。二人ともやめなよ、やめてよ。古臭い考え方だ、そんなもの。古臭いとは何ということを。本当のことを言って何が悪い。言っていいことと悪いことがある。お二人とも少し黙ってください。ママ確かにどちらも立派なお考えですわ。でもみんながみんなあなたたちお二人と同じ生き方をできるわけではないんです。人それぞれに生き方があって、人それぞれに幸せがあるんです。それは人に言われて見つけるものではなく、自分で見つけるものじゃないんでしょうかね。本当はすぐそばにあるのに気づいてないだけの幸せがそこにはあるんじゃないんでしょうか。ムーミンママ私も自由な生活をしてみたけど、やっぱり普通にみんなといることが一番の幸せだわ。ママ、僕もそう思うよ。ただ、よりよく生きようとしただけなんだが、大事なものが見えなくなってしまっていたようだ。すまない、ムーミンママ。私も大切なことがわからなくなってしまっていたわ。ごめんなさい、ムーミン。みんな気づくのが遅いわね。もっと面白いことになると思ってたのに、全然面白くない。僕は意外と面白かったけどな。さあみんな、お茶でも飲みましょう。準備手伝ってね。はーい。自由ってなんだろうね。あんまり誰かを崇拝してしまったら本当の自由は得られないんだよね。自分の自由は自分で発見しなきゃ。ここムーミン谷は小さくても自分の大切なことを発見できる場所。ぜひみんなもここで自分の大切なものを見つけてみてね。スナッキーもおいでよ。今行くよムーミン。ではまたムーミン谷で会いましょう。今までの毎日を幸せだったなら
見つけてみよう。